どうも、カントです。さあ、僕はですね、現在 JR 札幌駅南口に来ております。ということで、本日は地元民が行く絶対外さない札幌一泊二日の旅を行っていきたいと思います。実は僕、北海道ラジオというラジオをやらせていただいてるんですが、そこで道内外のですね、たくさんのリスナーさんからの、まあ、こんなとこ行ってみたいや、おすすめの場所などのご意見をもとにですね、今回は旅のスケジュールを組みました。そのため、穴場スポットから定番スポットまで、本当にたくさんの場所に行きましたので、最後までぜひお楽しみにしていただければと思います。それでは早速、行ってみよう。人口195万人、政令指定都市札幌、年間1600万人もの観光客が訪れる観光都市です。北海道の文化、経済の中心地札幌では、雪まつりなどの全国的に有名なイベントや、ラーメン、ジンギスカンなど独自のグルメが人気です。ということで、早速暖を取るために地下に向かっていきたいと思います。で、今回はですね、やはり飛行機で新千歳空港から札幌に来るということを想定してますので、だいたいお昼前ぐらいに着きますので、早速お昼ご飯を食べていきたいと思います。こちらがいわゆる地下穂というところで、このね、地下にですね、こうやってアイヌの木彫りがあるんですよ。これ阿寒にね、行った時もあった、そんな木彫りを見ることができたり、このようにアイヌの刺繍だったりね、柄を楽しむことができるので、この地下穂楽しいです。で、この10番出口というところから本日1軒目のお店に向かっていきましょう。札幌のソウルフードといえばやはりスープカレーですよね。なので、まずはスープカレーですよ。こちらのお店、シャバゾーです。こちらのシャバゾーなんですけども、たくさんのリスナーの方からお勧めされて今回行くことになりました。本当にありがとうございます。この地下からね、迎えるっていうのは本当寒い冬にはありがたいんですよね。で、ビルの名前がこちら、札幌ノースプラザというところです。三等価のラーメンもあるんですよ。で、外からももちろん行けるんですよね。外の道からと、このまあ結構派手なビルに入ってます。ほら、シャバゾーって書いてます。札幌駅からも近く、地下からも行けるということで、大変行きやすい場所と思います。スープカレーはチキンベースが多いんですが、ここは珍しい羊の骨を使ったスープを味わえる名店なんです。で、スープカレー屋さんあるあるなんですが、内装が独特なお店が本当に多くて、ここもまあ薄暗くておしゃれな雰囲気が漂っておりました。早速メニューを見ていきましょう。なんといってもこちらのお店は、北海道でも珍しい羊の骨を使ったスープが大変特徴的です。人気の理由としては、スパイスカレーやキーマカレー、期間限定メニューが豊富で、リピーターの大変多いお店なんですよね。僕もね、この旅行をきっかけにですね、こちらのお店のファンになってしまったので、その後も何回か通っております。早速やってまいりました。こちらがチカマが注文したラムのハンバーグを使ったスープカレーでございます。シャバシャバのルーとね、大きな具材、これぞスープカレーといえるシャバゾーの定番メニューでございます。続いて僕が頼んだのがこちら、チーズたっぷり羊のキーマカレーでございます。この見た目にね、完全にやられてしまって注文しましたよ。すごいね。で、こちらね、炙りにしますかって聞かれるんですよ、店員さんに。で、炙りでお願いしますって言うと、こうやってね、もう目の前で炙ってくれるというね、パフォーマンスを見ることができるので、ぜひ注文する際はね、この炙りをお願いした方がいいと思いますよ。こうやって見るとスイーツみたいに見えるんですが、中にキーマカレーが入っていて、周りはたっぷりの羊のチーズ、本当に見るだけでテンションが上がります。まずはスープカレーをいただいていきたいなと思います。注文の際に辛さを選べるんですが、他のお店に比べて辛いですよって店員さんが教えてくれたんですけど、我々はね、辛いのが大好きなので、この辛さがめちゃくちゃ良かったです。で、なんといってもこのラムの骨ね、それがね、すっごい口の中で広がって、食べるだけでね、北海道に来たなーって感じることができます。
で見てください、このハンバーグめちゃくちゃふわふわで美味しかったです。本当にね、ハンバーグとカレーっていうのはご飯に合いますから最高でございますよ。でこうやってね、見るだけでわかるでしょ、このふわふわ感すごいね。で僕は知らなかったんですけど、意外とね、北海道の人はライスにレモンをかけてスープカレーを食べるんですって。ぜひおすすめなのでやってみてください。こちらスープカレーについていた辛さを調節できる調味料なんですって。これを入れるたびに辛くなるということで、ちょっとね試しにやってみました。まあ結構入れましたよね。ちょっとでいいですよって言ってたんですけど、これを入れてみるとさらに辛くなって、このね、羊の骨の感じと辛さがめっちゃマッチしてて最高に美味しくなりました。続いて卵を溶かしてチーズたっぷり羊のキーマカレーをいただいていきたいと思います。で、キーマカレーも辛さを選べるんですが、僕辛いの大好きなので辛めを注文しております。輪切りの唐辛子が入っていてピリッとするんですが、やはりね、チーズでまろやかにしてくれてとっても美味しくいただくことができました。なんといってもこのチーズがめちゃくちゃ美味しくて、食べた後もね、何度も食べたいなって思ってしまうんですよ。なぜこんなに美味しいのかというと、羊のミルクを使ったチーズなんだって。羊のミルクを使ったチーズなんてなかなか食べれないので、ぜひ気になる方は訪れてみてはいかがでしょうか。他にもこのスパイスカレーが人気のようでございます。まあ見た目も本当に素晴らしいし、このカレーもね、やはりラムの味がして美味しいです。ちなみにこちらがディナー限定のメニューです。生ラム以外にもエゾシカの蒸ししゃぶとか、見てください、こちらヒグマの蒸ししゃぶだって。ヒグマってどんな味するのかなと思ったんですが、食べてみたら思った以上にあっさりしていて牛に近かったかな。北海道でもヒグマなんて滅多に食べることができないので、もしね、ディナーで訪れた際には挑戦してみてはいかがでしょうか。続いてカフェに向かっていきたいと思います。今現在ね、口の中はラム臭でいっぱいなので、スイーツでお口直しをしていきたいなと思います。で、向かったのはこちら赤レンガテラスでございます。まあ僕の動画ではですね、しょっちゅう出てくるこの赤レンガでございますよ。で、前々から気になっていた1階にあるですね、大バカナルというカフェに向かっていきたいと思います。こちらは全国展開するフレンチカフェなんだけど、このね、店舗の外にあるモンブランがあまりにも美味しそうだったので、こちらで食べていきたいなと思います。もちろん頼むのはこちら、絞りたてモンブランでございますよ。まあね、こんな美しいのが本当にやってくるのかと思って見てみると、まあ近いし、めっちゃボリュームがあって美味しそうです。二人で一個頼んだので分け合いながらね、食べたんですが、めちゃくちゃ美味しかったです。最近僕はですね、モンブランに完全にハマっておりまして、パティスリーシーヤってとこで食べたモンブランがめちゃくちゃ美味しかったんですよね。で、チカマもそこまでモンブランは好きじゃないみたいなんですけど、そのシーヤ以降ですね、モンブランを食べるようになっておりました。まあ美味しかったですよ、普通にね。中のね、カラメルみたいのも美味しいし、クリームと外の栗の相性が抜群でございました。コーヒーを飲んでですね、次の目的地に向かっていきたいなと思います。で、この赤レンガテラスには椿サロンっていう北海道産素材にこだわったパンケーキが人気のカフェもあるので、気になる方はぜひ行ってみてください。さあ、続いては札幌駅北口にある北海道大学にやってまいりました。こちらは札幌駅から歩いて行けるという好立地にもかかわらず、四季を感じられる風景と北海道らしい景色を楽しむことができるんです。今回は北海道大学の四季を記録した映像を用意したので、ぜひご覧ください。
大学内にある北大牛乳の魅力発信のカフェ、北大マルシェにはソフトクリーム以外にもヨーグルトやチーズなどもあり、お土産としておすすめです。さあ、本日泊まるホテルはこちら、グランベルホテルススキノでございます。2021年9月オープンの新しいホテルなんですよね。しかもススキノ繁華街の中にあるので、観光の拠点としてとてもおすすめなホテルです。まあ新しいだけあってね、めちゃくちゃいい感じですよね。早速中に入ってみたいと思います。入ってすぐのフロントにもうこうやってね、お酒とかワイングラスが並んでいて、もうすでにバーのような雰囲気を醸し出してますよね。席もあったので、ここでお酒が飲めるんだと思います。でこうやってね、北海道ならではのお酒、日本酒、とにかく種類が多かったです。さすがススキノだなと思いました。チェックインはフロントにスタッフもいるんですが、スマホとかでねチェックインをして、機械で精算という方法もあるようでございます。さすが最新のホテルですよね。この雰囲気めちゃくちゃいいよね。この時人は誰もいなかったんですけど、夜になるといろんな人がここでお酒を楽しんでいました。僕はちなみにここでお酒は飲まなかったんですが、今度ね来たらゆっくりこんなとこでねお酒を楽しみたいなと思います。チェックインも終えて部屋に向かっていきたいと思います。この時点でね、もう新築の匂いがすっごいしてました。で部屋も全体的に落ち着いていて、めちゃくちゃいい感じだったので、ぜひねこの映像を参考に検討してみてください。なんといってもこのホテルの魅力は最上階にある天空露天風呂なんですよね。早速ですね、その露天風呂を見に最上階に上がっていきたいと思います。なかなかね、札幌の中心部で温泉に入れるホテルっていうのは珍しいので、かなりのメリットになるのではないでしょうか。そうこうしてる間に着きました最上階17階でございます。で温泉以外にもこうやってねジムがあるんですよ。やはりねビジネスホテルでありますので、意識高い感じのねビジネスマンをターゲットにしてるのかなと思います。すごいね、かなり本格的な機材が揃っておりました。17階にはこのように自動販売機とアイスを作る機械がありました。で奥に進むと、見てください、こちら、そうなんです、洗濯機がありますので、まあね連泊する方とかビジネスマンには大変嬉しいですよね。でこちらが天空露天風呂でございますよ。まあ中は撮影できないので、こちらのね写真になってしまうんですが、意外と小さかったです。ただね都会のオアシスって感じで、温泉旅館とはまた違った素晴らしい雰囲気でございました。ちなみにアメニティも充実してます。ここからはですね、ホテルを出発して夕食をついに食べに行こうかなと思います。でこのグランベルホテルは豊水すすきの駅から徒歩1分程度、もう本当に好立地ですよね。でちょっと歩いたらこのメイン通りが出るんですよ。このメイン通りはどこかというと、そうです、
あの有名なね、すすきの交差点がある通りでございますよ。すごいね、もうネオンがきらびやかでございますよ。ただね、今日はホテルすぐ近くにある穴場のお寿司屋を紹介したいと思います。こちらです。皆さんご存知ですか？パサールって書いてますよね。札幌の回転寿司といえば花丸とかね、トリトンという有名店があるんですけども、ここはかなりマニアックでございますが、めちゃくちゃ美味しかったので今日はここを紹介していきたいと思います。こちらもですね、花丸やトリトンと同じようなシステムで、系列なんじゃないかっていうぐらいね、みんな同じような感じですよね、このメニューがね。ただ雰囲気は昭和っぽい感じでめちゃくちゃいいですよ。一応回転寿司なんですが、お寿司は回ってないです。で、ネタをね、こうやって紙に書いて中にお兄さんに渡すとネタが出てくるという、まあよくあるシステムでございますよ。で、早速来ました。これ見てください、牡蠣ね。もう牡蠣がどうしても食べたかったので最初に注文させていただきました。で、こちらが中トロ、マグロね。もうめちゃくちゃネタがいいでしょ。もう見るだけで美味しそう。で、今日はこちらが初ビールでございますよ。やっとビールが飲める。ちなみにクラシックです。それも嬉しいですよね。で、早速牡蠣をいただいていくんですが、僕は牡蠣のお寿司初めて食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったですね。ご飯と牡蠣ってこんなに合うんだなと思いました。それだけではなくね、ビールとの相性も抜群でございました。牡蠣のお寿司意外と珍しいかもしれないですね。回転寿司パサールは定番ネタはもちろんなんですが、珍しいネタが多いということでも有名なんですよ。なんで地元の方がね、よく来ると。こちらはまあド定番、マグロの赤身でございますよ。ネタが大きい。見てこれ、サーモン、もう本当にでかいでしょ。シャリがちっちゃいわけじゃないですからね。ネタのボリューム最高でございますよ。で、僕がどうしてもこれ気になったのが中トロ。見てこの感じ、わかるかな？ご飯とネタの感じね、最高でございます。で、チカマもあんまりねお寿司得意じゃないんですけど、この中トロには感動しておりました。で、これはチカマが頼んだやつですね。チカマこういうね巻物大好きなんで頼んでおりました。ただ僕これトロロ食べれないので、まあ美味しいんでしょう。好きな人からしたら大変美味しいと思います。で、回転寿司なんでね、どんどん頼んでいきます。このブリと甘エビ、エビもでかいね。こんなに大きいかって思います。すごい。で、見てください、これがホタテでございますよ。もう本当にシャリ見えないもんね、大きすぎて。これはね、感動しました。ネタのクオリティはもちろんなんですが、コスパもめちゃくちゃいいんですよ。価格設定が本当に良心的なので気軽に入れますし、お店の雰囲気もね、一人でも入りやすいのでかなりおすすめでございます。店員さんも本当に気さくでフレンドリーなので、なんかね、親戚のうちに遊びに来たみたいな雰囲気でとても気に入りました。このね、シャリを醤油につけない食べ方、上手ですよね。僕はうまくできず、シャリにめちゃくちゃ醤油がついちゃうタイプです。で、こちら見てください、八角でございます。珍しいね。小樽とかではね、よく見るんですが、こちらはマグロの頭、なんて読むんでしょうか。頭肉？頭肉？ちょっと読み方わからなくて申し訳ないんですけど、これね、かなり希少部位でございますよ。なかなかないでしょう。その回転寿司ではまず見ることないですし、僕ね、市場とかよく行くんですけど、たまに市場で刺身が売ってたりします。で、今はうなぎを食べておりますね。まあこれは北海道っぽくないですが、僕は本州の人間なので食べました。いよいよ食べていきましょう、このマグロの頭の部分ね。あと頬もあったんですよ。頬はコリコリした感じだったかな。で、頭はね、ちょっとね、食べてびっくりしました。溶けるっていう次元じゃない。ふわーって口の中で広がって、旨味もあるし、本当に美味しかったです。で、こちら八角ですね。八角も僕生まれて初めて食べました、この時ね。なんかさ、魚自体はさ、ちょっと見栄えが悪いのでなかなか食べにくかったんですけど、食べてみたらめちゃくちゃ美味しかったので、今度ね、小樽に行ったら小樽の三角市場とかで八角食べてみたいと思います。で、今作ってますよね、奥の方で。見えましたか、何を作っているかというと、もうすぐ出てきますよ。
はい、イクラでございます。これは北海道来たら絶対食べなきゃいけないですから、今回はね、イクラ丼とかではなく、まあ少ないんですが、イクラのお寿司をいただきました。で、ウニでございます。すげえ、イクラとウニですよ。これをね、今日の締めにしたいと思いました。このお寿司屋のね、めちゃくちゃ贅沢ですよね。僕もね、本当にウニとイクラをこの回転寿司であっても頼める大人になったんだなと思います。で、このウニもね、本当に臭みなくてめちゃくちゃ美味しかったです。今回ね、この動画のために来たこのパサールですが、これからもね、頻繁に通おうと思う本当に美味しい回転寿司屋さんでございました。それではお腹もいっぱいになったということで、夜の観光に行きたいと思います。まあここはどこかといえばね、すぐわかりますよね。札幌テレビ塔でございますよ。まあ土定番土定番なのかわからないですが、我々札幌市民もね、定期的に行っちゃうんですよ。やっぱ景色綺麗なんでね。で、このテレビ塔のテレビ塔さんって結構人気ありますよね。グッズとかいっぱいあって、非公認らしいんですけど、なんで非公認なのかっていうところも気にはなりますね。札幌テレビ塔は地上90メートル、ちっちゃって思うかもしれないんですが、このままね、階段を登って上まで行くこともできるんですけど、僕はこのようにエレベーターで行かせていただきます。まあ本当にね、お酒も飲んでしまってますから、優雅にね、景色を見ながら登っていく。で、この感じめちゃくちゃ良くない？で、外にあるここが階段なわけでしょ。ここを登っていくんでしょ。ちょっと怖いですよね。僕高所恐怖症なんで、なかなかこれは登れないなと思います。で、このね、鉄の感じとその奥にある夜景っていうのがなんかめちゃくちゃ魅力的でありました。エレベーター楽しいですよ。すごいね、登ってる人もね、何人かいました。まあすごいなと思います。風とか吹いてるから、かなりリアリティあると思いますよ、その外はね。あ、いましたね、今人が一人写真撮ってました。ということで、もう着いてしまいましたよ。あっという間ですからね、90メートルで結構高いですよね。ただ僕夜だとね、割と大丈夫なんですよ、高いところね。昼ここ来たら本当に怖いと思います。何なんだろうね、その違いは。で、ここはね、創成岩の方でございます。で、こちらがメインでございますよ。もうまっすぐ続く大通公園、めちゃくちゃ綺麗ですよね。その両端を車が走っていて、あと、なんだろう、あの、オレンジ色はね、街灯化が続いていて、本当に幻想的だなと思います。めちゃくちゃなんか、整った綺麗な夜景っていう感じですよね。やはりね、札幌を代表する公園、大通公園や五番の目城の札幌の街を見下ろせる札幌のシンボルツリーって言われてますから、まあ、その通りだなと思います。で、映画のゴジラではぶっ壊されたタワーなんだって。いつのゴジラかよくわかんないんですけど、壊されたようです。ちなみにですね、閉店後30分だったかな、貸し切りもできるそうなので、記念日にいかがでしょうか。で、この札幌テレビ塔は1956年、昭和31年のね、12月に完成し、平成22年8月に日本夜景遺産にもなっております。で、こうやってね、階段で登ったり降りたりできるんですが、帰りね、降りることも可能だったんですけど、まあ僕はエレベーターで帰らせていただきました。なんかすごいよね。なんだろう、この鉄の感じ。よくさ、工場のこういうの好きな人とかいるじゃないですか。僕もそんな嫌いじゃないんですけど、この感じテンション上がります。なんかね、武骨な感じでいいですよね。かっこいいです。あっという間にホテルのあるすすきのに戻ってきました。で、ここが有名なラーメン横丁でございますよ。僕ね、意外と初めて来ました。かなり老舗のお店があったりとか、有名店もあるようでございますが、この日はね、やってないお店が本当に目立ちましたね。ちらほらやってるのかなっていう感じで、どれが有名店で何なのか全くわからないんですけど、まあ今日はラーメンを食べずに帰ろうかなと思います。
本当はね、ここでね、ラーメン食べて帰るっていうのがベストなのかもしれないですね。やってきました、すすきの市場でございます。このすすきの市場はすすきのの中心部にあって、1958年市内最古の公営住宅の1階にある古き良き札幌の雰囲気を味わえる場所でございますよ。これね、気になってる人は多いかもしれないですね。札幌でもね、かなり歴史のある市場となっております。で、この市場の中で本日はこちら24時間営業の握り飯というところで本日の夜食買っていきたいなと思います。めちゃくちゃ種類がありますよね。で、塩握りと醤油握りが選べるということで、醤油握りがおすすめのようでございます。なんかいいね、24時間やってるっていうことで、まあ飲んだ後の締めに最適でございますよね。で、僕はこのままね、おにぎりとあとラーメンとかを買って部屋でゆっくり夜食を食べます。で、夜食の様子はですね、サブチャンでアップロードしておりますので、ぜひ概要欄からご覧いただきたいなと思います。ということで、札幌旅行もですね、まだ明日に続きますので、ぜひですね、次回の動画を楽しみにしていただきたいなと思います。次回は観光地も結構回りますし、札幌味噌ラーメン、そしてジンギスカンと札幌の最高の食事もございますので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。